いた。さあ、クライマックスだぜ。やってみねえとわからねえな。しびれる舞台にしてやるよ。爆心ついてきて、任せた。もう一つおまけ、決まった。誰があなたのものなんかに。絶対お断り。失敗しないといいな。全部なぎ倒すよ。いつき、必ず奴らを止めるぞ。了解。一か八かで俺に任せて。とどろけ。俺に続け。つないでくれ。任せて。決まった。成り行きだが手加減するつ。これで三。大将さん、優雅だわ。うわ、俺の後に続け。うわ。もっとよ、もっとドラマがないと。出ていくよ。運命を超える。俺に任せて。絶対逃がさないから。三。三。頼むぜ、カイ。俺を信じろ。引き際も重要だな。あたしの出番ね。親玉登場ね。
わかんないわよ。今の私は無敵よ。私じゃダメかな。ついてきて。そんな。そう、え、決まった。おしまいはこうやるのよ。ドラマチックに。優雅だわ。おだまりなさい。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。難しいかも。走れ、雷光。これだな。連携、行くわよ。次、私だって。決まった。次はどう攻める？そうだな。あとはお願い。盛り上げてあげるわ。潰すわよ、キリア。キリアの重さ、思い知りなさい。何者だろうと。待て、私の番だから。やるだけやりなさい。はあ、いい感じ。私に続きなさい。繋いで。繋ぐ。やった。三。三。ついてらっしゃい。おしまいはこうやるのよ。ドラマチックに。優雅だわ。奇跡でしょ。俺の後につけ。エリー、俺に任せて。ところで負けられないの。これでここは俺の間合いだ。結構きついわね。あとは任せるわ。精一杯頑張るよ。私はミラージュマスターだから。いい感じ。翼と一緒に頑張って。ありがとう。よし、だわ。奇跡でしょ。オッケー、任せて。助かった。その調子だ、いつき。うん、ありがとう。ここは俺の間合いだ。
遅い。お黙りなさい。俺の後に続け。優雅だわ。やった。つらい時は私に言ってね。失敗しないといいな。一か八かで逃がさないんだから。やったね。始めよう。行ってくれ。もう一撃。ラスト。ひどい。まだよ。ここまでか。これで一件落着だね。俺の技、今の五木なら使いこなせる。貴族的なこの力で華麗なる戦いを。私の秘術、キリアだ。やった。これは一体。ツルイニが確かめたかったことって、お前たちの力だ。いいのかよ、いつき、追いかけなくて。大丈夫だと思う。それより俺たち。さあな、俺にはあいつの考えてることなんて。さ、スタジオに戻ろうぜ。ばかりはいられないわよ。ほん、うん、オリビア。あ、監督さん。オリビア、撮影はこれからだよな。俺はオリビアに演技指導をして、オリビアの演技がどんどん。どうやら彼の中で記憶の改ざん。なるほど。でも翼の演技のことは覚え。オリベ、演技指導の時のような演技を、いやそれ以上の演技を、これからの日本映像界を担っていくのはお前たちのような。はい。
違います。なわけないでしょ、私見たんだから。あなたがものすごい勢いでひったくり犯を。だからそれは私じゃありません。じゃあ何なのよ、そんな奇抜な服装の刑事が他にいるっての。この服装署内で流行ってるんです。絶対嘘だ。私は仕事がありますから。どうやら捕まえられたがってる星がどっかで私の噂してるみてえだな。いいぜ、待ってな凶悪犯、この真帆様が人の道ってもんを教えてやんよ。やっぱり彼女こそ伝説の二重人格刑事、ハクションデカ真帆。ハクションデカ真帆、クランクアップおめでとう。前評判も上々だし、放送が楽しみね。おめでとう。それありがとうございます。大変なことばっかりだったけど、無事、特にエリーちゃんたくさん助けて。私？うん、エリーちゃんがいなかったらあんなにドキドキする。まあ当然よね、ハリウッド的に。うん、また演技のお仕事が来たら。いいわよ、その時は。その代わり覚悟しなさいよね。つい、ね。あの二人すっかり打ち解けてるな。ああそうだな。このドラマエリーちゃんと樹くんも出てるし楽しみね。剣さん？なんで剣？ああ、おそ。どういうこと？どういうことってこういうことよ。あやは、みんな知ってると思うけど、彼は剣八代くん。今日から剣さんがホルトナに。そうだ、島崎舞子とは話がついている。それと俺の呼び方は八代でいい。なんで俺。お前たちは以上だ。え、理由それだけ？それだけで十分だ。俺は今まで一人で戦ってきた。その過去の自分を否定する気はだが、今の俺をより強くなるために。これが俺の偽りない本心だが、お前の剣で俺を好きにしていい。みんなはどう思う？本気だと思うわ。樹、あなたはどう答える？俺は好きに決めろよ、樹。そうね、私も樹が決めるのがいい。樹さん、樹くん。そんな不安そうな顔しないでいいよ。八代、これからは。俺を失望させるなよ。失望って、仲間になっても中身は変わってねえのな、お前。トーマさん、あの、守りちゃんは本当にいい子だな。トーマ、いいこと言ったです。くだらん。なにてめえ。ダメで